最高すぎるんだけど、最高すぎる。いやーいいっすね。こんにちは、土の子です。さあ今回もですね、ナーバトラーでやっていきたいんですけど、風花ちゃん、ずっとね風花ちゃんと戦って29勝までやってきました。29勝で30勝すると、30勝するとね、風花ちゃんのカードスリーブがもらえるということで、ちょっとやってみましょう。よろしくお願いします。いやーいいな、あんなに遠くで眺めてたのがこんなに近くで見れるって最高じゃないですか。皆さんも一緒に縄バトラーやりましょうね。さあ孵化していきましょう、レベル3。よし、風花ちゃんデッキで頑張りますよ。よろしくお願いします。さあこれは悪くないですね。ま、あのでかいデッキが、でかいデッキっていうかでかいのが来たんで、さあうつほちゃんがね、あのアングリみたいな、アングリみたいな顎が伸びすぎててちょっとダメなんですよ。あれが厳しいんすよ。さあ私ちょっとグイッと出ますね。さあ万太郎だけど、ここをね突き破っていくと、これ突き破り結構大事ですから。さあここは一旦こっちで防御しましょうか。でっかく、いやこれ多分大きく来ると見越してのこっちですよね。あーでも突き破られた、マジか、突き破られちゃった。突き破られましたか。じゃあそうだな、さあこうしましょうかね。いやさらに突き破られて、しかもスペシャル試させちゃった。やばいかもしれんこれ。これやらかしたかもしれんぞ。なるほど。ちょっとここら辺まず塗っときましょうか。相手もそんなに向こう側いけない。あ、よしよし、これを待ってました。これだと2マス分いけるんで、グイッといけちゃう。あっちも上げるけどこっちも渡さねえぜみたいな、そんな感じでいきましょうか。さあこれはここに塗れるのでドンと。さあ相手も閉じられちゃいましたね。これはどうするべきだ。さあここはこうして2つ貯めましょう、ドンと。これで4つ貯めれました。さあ食ワンダーとかをすぐ打つのもまあ悪くはないんですけれども、相手のね陣地が濡れてる状態で、スペシャル使った方が全然期待値は高いと思うんで、ここはもう一つスペシャルを貯めていく。相手も結構貯めましたね。でスペシャル合戦で最後の方にでかいのをやった方が多分いいと思うんで、さあこれは、そうですね、こっちに打ち込みましょうか。打てるように、敵陣の方に打っとく。さあなかなか綺麗にしてくれませんな。これはどうしようかな。さあここでスペシャルをいきますが、これスペシャルを使いつつスペシャルを貯める、このパターンでいきましょう。さあ相手もスペシャル使いましたね。なるほど。さあこれでまだ4、スペシャル使える。しかし、もう最後なのでスペシャルをここで、大きく使っていくが、さあどうでしょうね。93、88だと相手もまだまだ濡れそうなんで、これ相手まだまだ濡れるからな。86、93が一斉いっぱいか。ここが一番かな。85、93、これで相手がそのままだと85、93で、8差があるんですけど、相手もスペシャル使って4塗られると8でドローになっちゃいますね。さあお互いスペシャルで相手は5。うわ負けた。いやでもどうだ、これ塗り返されてるのが4だったらワンチャンドロー。いや勝ってるかもしれん。もうなかなか勝たせてくれないですね、風花ちゃん。さあ風花ちゃんのね、負けたら風花ちゃんの顔を拝むっていうね、このこの目ですよ。何遍でも僕は見るぞ。さあまた対決していきましょう。さあ今の何が悪いかっていうと、そんなに悪いとこなかったんですけど、相手がねやっぱ隙間だらけだったから、塗り返しができなかったっていう感じですね。さあデッキ的には
カード的には悪くないですよ、この段階では。いきましょう。さあここでがっちりいっときましょうかね。どうしようかな、こういっちゃいますか、縦の方にドン。さあ殴り合い始まりましたよ。さあこっちでこういうことになるということは、中入ってっちゃいましょう、ズドン。さあお互い中入りましたね。でここで伸ばされたらしんどいので、んー、いやこれはそのままでいいか。こっちを閉じられる方がしんどいんで、こっち行っちゃいましょう。こっちの方がいいかな。はい、なるほど。さあここやっちゃいますよ私も。ドン、ほらどんどんこっちに行っちゃうのだ。さあだいぶ伸びてきましたよ。さらにもう相手陣地殴り合いだ、こうなったら。はい、ズドドン。さあこれ一マスのやつがあれば上で2つできるんで、さあここはここで防衛しつつって感じかな。おっとさらに来る。ここはここいけるんでね、塗っときましょう。さあやられてしまいましたと。そうしたらば、うん、今度はここがいいですね。これ一気にスペシャルポイント貯めれるんで、ここがっつりスペシャルポイント貯めます。ドーンと一気に4個も貯められちゃいました。さあ残り3ターンですけども、もう一回ね相手がいっぱい塗ってほしいので、うん、なるほど、そこら辺に行きましたね。さあこれでスペシャルは相当数たまりました。ここスペシャルオンでどうしましょうかね。食ワンダーで塗るっていうのもありだけど、ここで2つ来るんで、スペシャルアタックが相手がどんぐらいのものをやってくるか。ここ2つ増える5になる。さあ抜かされましたけど、これ15を出せるんでね、これなかなかでかいですよ。こういうとこにドガンとやっちまうことだってできる。99と77、この差埋めるのは相当きついですよ。はい、勝ちましたやりました、よし、うーし、やりました。大勝利ですねこれは。でやめとく。これで30戦したんですけれども、負けてもうた、ほんまに強い人やな、これくらいにしたいたるわ。ま、それはそれとして、サンゴハンいつも遊んでくれはって大きにね、世話になったらきっちりお礼せんと、スリミ連合の流すたるわ、このカードスリーブもらってくださいな。ほなこれからもよろしゅうね。はい、ということで風花ちゃんのねカードスリーブゲットしたんですけど、カードスリーブに風花ちゃんは一個も書いてない感じですかねありがとう。え、ちょっとじゃあ待ってくださいよ。風花ちゃんのスリーブ楽しみにしてたけど、絵柄なしかマジか、絵柄なしっていうか、風花ちゃんの顔がね、普通のリアルのカードスリーブみたいに風花ちゃんがグラーンってでっかく乗ってるっていうのが理想だったんですけど、そういう感じではなかったな、残念。みんなはどんなのを想像してましたか、スリーブ変更。これだもんな、あ、スリミ連合のみんなの名前がこうプリントされてるイメージって感じですかね。左のあの丸と四角は何だろうか。あ、でもスリミ連合、あ、じゃあすごい、ちゃんとこっちにも反映されるんだスリーブが。なるほど。はい、ということで今回ですね、あの風花ちゃんの連発で、風花ちゃんにね30勝して、スリーブをもらったよという動画でございました。他にもですね、スリミ連合のみんな、出現している最中なので、またですねナーバトラの動画で他のねスリミ連合のみんなと対決していきたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。 Oh yeah.